郵政社長、おはようございます。おはようございます。直美さん、おはようございます。おはようございます。そして先日バースデーの太陽さん、おはようございます。おはようございます。今日は太陽さんバースデーイベント終わったばっかりで、太陽さんの実家に行くんですよね。はい、新潟に。新潟の魚沼市です。2024年5月21日、太陽バースデーイベント。20名を超える太陽の指名客のご来店。シャンパンタワーも無事成功し、この月の売り上げは月間1000万円の大台を超え、太陽は1000万プレイヤーとして歌舞伎町にその名を刻んだ。朝4時集合っていう鬼のスケジュールで、直美さんも流星さんもしかも流星さん運転で今日何をするかちょっと太陽さんの方から、まあ、ざっくり言うと、はい、田植えです。バースデーポスターもお米を抱えてる写真ありましたもんね。で、過去の撮影でも農家で田植えをして稲刈りをしてるっていう、はい、言ってたやつが今日やるんですか。そうですね、まさに。ということ、田植えってこの5月とかにやるのが時期なんですか。そうです、まあ、だから もう少し本当は早いんですけど、はい、僕の、まあ、そのお米を作ってる、まあ、集落が、まあ、標高が高いんですね、はい、5月なんか例えば、ね、月初だったら雪がちょっとね残ってたりするとこもあるぐらいなんで、はい、結構遅め、ね、はい。太陽さんも何回もやってると思うんですけど、はい、直美さんは田植えってプロレスラーしか知らないです。ゆうせいさんは全くまって初めてです。太陽さん、じゃあ皆さんが今日田植えしたのが秋には収穫されるってことですか。そうですね、大体9月、まあ、半ば末ぐらいに今収穫って感じですね。わかりました、はい、じゃあ今日は流星社長田植えをしに上のままで長いロケになりますけど、皆さん今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。太陽さん、バースデーの時の話とか聞きたいんですけど。あ、太陽さんといえば入店してイベントやって、はい、ちょっと苦い思いが当時経営者だった彼はコロナ禍に直面、会社を畳みホストへ転身し再起を図ることを決意。しかし太陽は空き巣被害により1ヶ月で退店することとなる。紆余曲折を経て1年越しに復帰を祝し、店内を飾ったシャンパンタワー。しかしお客様からの入金がその後なされなかったのだ。当時このイベントの模様は放送中止ともなり、太陽のホスト復帰は最悪ともいえるスタートとなった。売りかけが入らずみたいな、はい、今売りかけ禁止になってちょっといろいろあるので、ちょっと苦い思いをして、はい、でさらにまたそこでめげず復活して、そしてさらに今回じゃないですか、まだ終わって2日後ですか今。そうです、もう2日後ですね。ですよね。まあ思ったようには行きましたね。結構満足度は高いかなって感じですね、はい、まだのホスト始めて今2年目なんですけど、1000万を売ったことがないので、まあ、1000万売るが今月の目標ですね。1000万プレイヤーをじゃあ、はい、もうなろうかと。今ちょっとホスト風当たり強いじゃないですか、売りかけ禁止だとかいろいろちょっと難しい時期だと思うんですけど、その時に1000万プレイヤーになると価値あるんじゃないですか。僕は、それこそ2024年の1月から売りかけをどんどん廃止していこうという流れがある中で、はい、僕はそれ実はとてもどっちかというと賛成派というか、もともと僕も売りかけで、やってきたタイプではないので、はい、とても賛成派です、はい、でただ男の子は大変な気持ちはとても分かるんで、はい、その辺って、まあ、お店として何がサポートできるかなということを考えるんだけども、はい、まず歌舞伎町全体として、売り上げが当然落ちている中で、今回太陽、副主任の誕生日、当然売りかけはダメな中で、僕もねお会計の時に当然立ち会った中で気持ちいいぐらいフルキャッシュというか、タワーの売り上げが当然高い中でそのキャッシュがドーン、これはもう、太陽副主任の、いわゆるお客様との信頼関係、そして売り方がとても綺麗だなということを再確認しましたね。しかも、あの太陽が人は、変われるし、歌舞伎町は何度でも立ち上がることができましたし、はい、僕はそういう復活をする人を応援したい気持ちが特に強いし、はい、見事それを叶えてくれて、だから太陽に対して実は今回のこの田植えも正直太陽だから行く
ようなものであって、はい、もちろんね、日本の第一産業、それを大事にしたい、そしてそれを我々が何かお手伝いできることは、これはもう心から嬉しいことだし、もっと言うとね、自分の大事なスタッフのご実家が、日本を代表する新潟県の魚沼市のコシヒカリのかつ完全無農薬、それをやってると聞いたら、やっぱりそこに携わるのは当然嬉しいし、はい、今回僕も個人的にワクワクしてるけれども、でもそもそもそこが目的というよりかは、その手前にある太陽、副主任の、頑張りを、ねぎらうような時間にしたいなと思ってるし、太陽副主任のご両親に、まあ、会える機会があるならば、大事なお子さんを預かってる身として挨拶もさせていただくし、あとはそこにおいて太陽副主任の頑張りを伝える役目だなとも思ってるし、どちらかというとそちらの方が強いですね。今回もやっぱりラストソングはアカペラで、ラストソングは、今回はその去年と同じオーソレミを歌ったんですが、はい、ちょっとタワーコール2連続とキラーコールで、通常シャンパンコールが8連続か、はい、結構びっくりして僕感動して泣いちゃって、はい、なんだろうな、泣くと歌えなくなるんですよ。そうですね、鼻が詰まったり、ね、喉の奥が閉まったり、はいはい、なんでちょっと歌がその去年より、自分としてはちょっとうまく歌えなかったなっていう部分があるんですけど、お客様がみんな来てくださったおかげで心揺さぶられたっていう部分があったんで、よしかなと。まあそういう背景があってのそれだったらいいんじゃないですか。でもそうですね、まあ、今いいですよ、挽回できますよ。一応まだったけど、はいはいはい、cosa d'aiutato è sole che bella cosa d'aiutato è sole ma sole しょっぱなカードきついですね。寝起きです。はい、まだ5時です。もつ煮が有名なんですか。長井食堂か、うん、そこでもつ煮を食べるっていう文化があって、そうなんですね。で、まあ、それが残ってパーキングエリアの方でも、まあ、赤城の方でもつ煮が結構、今日天気良くて良かったですね。ね、朝6時台サービスエリアで外で朝食。なかなかない体験。直美さんって、はい、トップランディにいた時に用事があって、へえ。赤城です。あ、そうだ ね、 赤城だね。そうなんですか。赤城並みです。でフェイズの時に藤代になって、自分のお店持った時に桜庭になったんです。あ、何回か。そうです、命名してくれた方がカメラを持っています。桜庭さんの僕がまさかのだったんだね。すごい。では太陽さん、はい、到着しまして、こちら後ろが太陽さんのご実家ですよね。はい、着替えましたけれども、流星さん、直美さん、この格好は初めてですか。人生初ですね。こっからじゃあ太陽さんも田んぼですね。そうですね、ついに、はい、なんか今日なんか気温が29度まで上がるということで、はい、まあ、暑いんで、はい、気合い入れて頑張っていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。トップダンディ3では共に働く仲間を大募集。日本一の美容外科と日本一の美容師科による施術を無料で受けられるのは当店のみ。ぜひふるってご応募ください。